はい。この次のソフトね、スーパーデーモンリターンズですね。これも、アルノの挑戦状2の、まあ、最後のソフトになりますね。はい。これもめっちゃ面白いんですよ、アクションゲームで。うん。これのノルマ達成全部したら、まあ、とりあえずこのゲームの、ゲームは全部クリアになりますね。あの、ノルマ達成に関しては。はい。いやあ、待たせたな。今日は君たちに新たなる挑戦を持ってきたぞ。というわけで今回は体操のお兄さんバリに爽やかにやってみました。また一つ爽やかな顔にはなれへんかったけどな。まあそれはいい子なしやで。次に挑戦してもらうのはスーパーデーモンリターンズ。お待ちかねのスーパーゲーコンソフトに挑戦やで。ほな最初の挑戦はこれや。ビッグソウルを取れ。この挑戦はビッグドクロブロックを破壊すると時々現れるビッグソウルを取れば達成。ステージ1の位置にある大きなドクロブロックを片っ端から破壊していけば必ず出てくるぞ。なるほど。はい、スーパーデーモンリターンズでビッグソウルを取れ。でっかいブロックをただひたすら壊すんや。そうすればその中からビッグソウルが現れるで。どれがビッグソウルなのか、その目で見たらわかる。お前が思わずデカって言うてしまうのが見えるで。この新しいゲームでも挑戦頑張ってな。今日はお前にいろいろ見せるもんがあんねん。まずゲーファンの最新号をやろう。これな。はい。92年か。んで今日の目玉はこちら。スーパーデモンリターンズとスーパーゲーコンやん。スーパーゲーコンはめっちゃスーパーやぞ。まあ言うたらスーパーファミコンみたいなもんですもんね。グラフィックもサウンドも何もかもがパワーアップや。フロッピーディスクのあの時とは比べ物にならへんぞ。そして値段もパワーアップや。これしかソフト買えへんかった。せやけどこの一本で相当遊び込めるで。まあ俺が言うても説得力はあんまりないし、早速プレイして自分の目で確かめてみ。はい、セーブしときます。はいはい。はい。ガイアクエストかサーバー大攻略。はい、これがスーパーデーモンリターンズですね。ガディア終盤、デモンズダンジョン徹底攻略。中山編集長ですね。はい。はい、じゃあやってみましょうか。これですね。これもだからもう全部ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9本ですね。はい。これで全部ですね。はい。デゴイチ。おいど見えるかな。綺麗な。うん。あ、お姫様ポニーテールやね。冥界の女王を倒し、無事にお姫様を助け、人間の姿に戻れた青年はお姫様と平和な。ああ、読めなかった。また魔物に変えられてさらわれるわけですね、姫は。うわぁ、姫さらわれたな。またポニーテールの姫さんがさらわれてしまいましたね。ポニーテールが魅力的すぎてさらわれたんでしょうね。うん。はい、これですね。はい。まあ、前プレイしたデーモンリターンズの2作目ってことですね。
グラフィックはスーパーファミコンって感じですね。これか、でかいやつは。あ、これで終わりか。アイテム見えへんかったやん。早かったな。やったやんで挑戦クリアや。それよりもタイトル見た。回転して借金やで。あんな演出ゲーコンで見たことないわ。ブロックもやたらでかいのが出てきて、それを普通に壊せるのも気持ちええな。あんなでかいもんホイホイ出して、そんで簡単に壊すことができるなんて、このゲームは豪快やな。北の大地は育まれたデゴイチならではのゲームやな。お前やるな、なかなかやりおるな。見事にでかいブロックを壊してビッグソウル取ったようやな。まあブロックを壊せば出てくるし、そんなに難しくなかったやろ。君挑戦はこのゲームのステージの中を隅々まで探索して遊んでもらっちゃおうかな。この挑戦はステージ1の位置にある赤い宝石、魔石を5個すべて取れば達成だ。ただし、ゲームオーバーになってコンティニューした場合は数え直しだぞ。魔石は5個とも見える場所にあるぞ。スーパーデモニターズで魔石を5個集めろ。各ステージには魔石中赤い宝石が5個ずつある。1の位置でそれを全部取れば挑戦クリアで、魔石を5つ取らんで1の位置クリアするとそれは挑戦失敗や。リセットしてやり直してな。あ、当た、当た、当たった、当たった。当たった。ガディア当たってもうた。ゲームファンマガジンに載っとったガディアクエストサーガのガディアのプレゼントに当たってもうたんや。しかもお前にええ知らせがあるで。オカンの名前でも一緒に応募してみたら、そっちも当たったんや。プレゼントのガディアが2体おるから、1体お前にやるわ。今度交換するときに渡したるからな。はい、じゃあセーブします。おいの綺麗な、音楽は同じですね。前のデモン、そのデッドモンリターンズとね。メダル出たー、なったぞ。取れないか。はい、よし、よし、パワーアップ、来たね。あ、これか、でかいやつってね、さっきノルマクリアになったアイテム。あ、そうそう、これ踏んだらダメージ受けるの忘れた。これあれでしょうね。分岐点が多分こっからってことになるんですね。このクリスタルみたいなやつを全部取れってことかな、この面の。よし、ゲット。無敵か。出た、4倍。あ、親帰ってきたな。じゃあ終わりですね。
一応全部破壊するか。親帰ってきちゃったかな。じゃあこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。ちょっとまだ1面続くんや。これか。ボーナスやったよし。いや、まだ一面続くか。はい、あ、いけなかった。ここ取れなかった。はい、これでクリアか。よし、またクリアしてもうたな。しかしこのゲームはかなりアスレチックぶりやな。いけそうでいけなくて、でもなんとかいけそうな。そういうのがチラチラ見えるのがこのゲームの憎いところやな。ほんでいけるかなと思って行ってみると、微妙に届かへんで、やられてまうね。もう一工夫すればなんとかいけそうなんやけどな。ステージには魔石の他にもいろいろ隠されてるらしいから、気になったところは徹底的にチェックしてみるといいかもな。はい、あれ、おかしくない。もうクリアしちゃうなんてちょっとおかしくない。こんなはずとちゃうかったけどな。夏季の挑戦は難しめのやついくで。はい、リンゴ合計100個取れ。この挑戦はリンゴ合計100個取れば達成。ただしゲームはなってコンティニューした場合は数え直しになるぞ。慎重にプレイを進めながらステージ中になるリンゴを集めるのだ。スーパーデモネターズでリンゴ100個取れ。取ったリンゴはしばらく取れば復活するけど、そんなつまらんやり方ではクリアしたりせえへんよな。お前ならそんなことせえへんよな。まあ してもええけど、まあこんな頑張ってな。ワクワクボーイの集団に取り落としデラックスがあったで。ああ、そうか、お店のやつね。散々遊んだ。ワークスーパーゲーコン前、あとやってみようや。はい。お店に行ったらできるようになったってことですね。はい、じゃあ終わります。はい。